こんばんは。本日は東京都有楽町にありますエプソンさんのショールーム、エプソンスクエア丸の内へやってきました。実は私はカメラの北村で、カメラや写真を愛するものというコンセプトでやっております写写というブログをやってまして、記事を執筆しているんですけれども、そちらの記事の中でソニーの α7R4 という機種を紹介しております。ソニーの α7R4 は有効約6100万画素という超高解像度なカメラとなっております。今回はその解像力をぜひプリントで見てみたいと思いまして、こちらにやってきました。それでは行ってみましょう。こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すごい綺麗なショールームですよね、はい、ありがとうございます。緑もあって、はい、白もあって、ね、いつできたショールームになるんですか。今年の5月の末にオープンさせていただきました。5月末なんですね、はい、じゃあもう経ったばっかというところに。そうですね、はい、ますよね、はい、で今日なんですけれども、はい、あのソニーのミラーレスカメラ α7R4 というカメラがあるんですけれども、はい、そちらのカメラがすごい高解像度なカメラになっていまして、はい、ぜひちょっとプリントして見てみたいなと。あ、もうぜひあのうちにいっぱい機種がございますので、本当にぜひいろいろお試しいただければと思っております。でもぜひどんどん試させていただければと思います、はいはい、あと、まあ、最初にですね、はい、あのうちのショールームちょっと簡単ですがご紹介もさせていただきたいと思いますので。そうですね、いきなりプリントして終わっちゃったらもうダメですもんね。じゃあぜひちょっと、はい、わかりました、はい、じゃあ早速どうぞ、はい、こちらの、はいはい、お願いいたします。はい、はいはい、こちらがですね、はい、フォト&コンシューマーコーナーとなってございます。はい、お写真がお好きな方のですね、お答えできるような製品をですね、あの数多く揃えておりまして、はい、で実際ですね、あのパソコンもご用意しておりますので。そうですね、パソコン置いてありますね、はい、あの例えばお写真の作品作りのお悩みの方であるとか、はい、あのレタッチなどですね、はい、あのお悩みの方に対して我々スタッフがあのご丁寧ですね、ご説明できるようなコーナーになっております。そうなんですね、はい、で合わせてですね、はい、まあ、カートリッジのタイプではなくてですね、はい、このようなボトルをですね、あの差し込む、あのボトルでインクを注入するようなですね、インクボトルタイプ の、うん、あのプリンター、あるいはそれで印刷したサンプルなんかもですね、ご提示させていただきまして、まあ、お客様にあのいろいろな印刷環境 の、 あのご提案をなさ、あのさせていただいております。初めて見ました、インクボトル。あ、はい、あの結構可愛いので。そうですよね、はい、そうですね、はい、こちらがですね、はい、プライベートラボというコーナーになってございます。プライベートラボですか。はい、予約制にはなるんですが、はい、一般のお客様もですね、自由にご自身でご作品作りができるスペースになっております。あ、そうなんですね、はい、どうぞ中に。あ、はい、じゃあ中に、すいません、はい、まあ、最新のスキャナー、あるいはあのオーバーもできるプリンター、あとですね、なかなかご自身ではできない これ一番目につきますよね、はい、やっぱりですね、作品をとにかく大きく写したいという方たくさんいらっしゃいますので、はい、まあ、そのご要望にお応えできるようなあの設備を整えてございます。こちらどのくらいサイズまで印刷できますか。64インチまでできますので、もうあの個展からそれこそですね、あの作品展、あの大きな作品展まで、はい、あの有名な作家さんなんかも使っていただいているあのスペースになります。PC 環境も最新のものを揃えてございまして、まあ、Windows であれ Mac であれ、はい、お客様のデータに即してですね、きちっとレタッチ等々ができるようなあの設備を整えてございます。そうなんですね、はい、あ、じゃあ印刷したプリンターそのままもう持ち帰ることとかってできたりするんですか。ご自身の作品を持ち帰りもいただけますし、下にギャラリーが弊社の方を併設してるんですけれども。そうなんですね、まあ、ここで作ってそれを展示するというような形のつながりもお見せすることが。そうですね、はい、いいですね、はい、ぜひぜひもしよろしければ。本当ですか、わかりました、考えてきます、はい、すいません、はい、こちらですね、弊社のセミナールームになってございます。どうぞ中にご案内いたします。セミナールームですか、はい、壁がすごいですね、綺麗ですね。これもですね、実はあの弊社の大判プリンターで、印刷してあの貼り付けたものです。印刷されたんですね、はい、すごい、ごめんなさい、口挟んじゃいました。あ、全然大丈夫です、どうぞ。すいません、はい、こちらですね、大体まあ40人から50人ほど収容できるスペースになってございまして、はい、主にですね、お写真の、スクールあるいはセミナーの方をやらさせていただいております。有料のセミナーもあるんですけれども、はい、まあ、無料でご参加いただけるセミナーもですね、数多くご用意しておりまして、はい、まあちょっとですね、まあ、このような形でプロジェクターを通してですね、お客様が実際に機器を操作しながら、はい、講師の方がご説明させていただくというような形をとってございます。じゃあすいません、はい、ご紹介いただいて
恐縮なんですけど、ちょっと僕も我慢できなくて、はい、ぜひちょっとプリントをお願いしてもいいですか。もういつ言われるかドキドキしてます。あ、本当ですか。はい、ぜひぜひお試しいただければと思います。じゃあ、はい、お願いします。お願いいたします。はい、ではプリントの方に参りましょう。はい、行きましょう。ではこちらの方に、はい、じゃあこちらからですね、はい、弊社の写真大好きな大好きです、はい、弊社のメンバーに引き継ぎますので、はい、大切なデータなのでよろしくお願いします。はい、承知いたします。じゃあすみません、よろしくお願いいたします。で今からプリントさせていただく機種が、はい、カラリオ V エディションシリーズという中の、はい、EP10VA というプリンターになります。あ、こちらですね。そうです、インクがですね全部で6色入っています。6色入るんですね。そうです。で特徴としてはグレーインクなんかも入ってますので、はい、非常に色のバランスがいい機種になっているのと、はい、本体が結構ちっちゃい割には、はい、最大 A3 のサイズまでプリントができるので、はいはい、今日お持ちいただいたみたいな、はい、高解像度のプリントとかも、はい、大きくして楽しんでいただくことができる、はい。でこの機種ですね、直接、こちらにこんな感じでカードを挿して、お使いいただけるようになっているので、はい、まずこちらをちょっと挿していきたいと思います。はい、こんな感じで刺さりました。で、こちらで写真の印刷と押してきまして、あ、タッチパネルは便利ですね。あ、そうなんです。で、こちらで、細かい設定なんかもできるようになってるんですけれども、はい、今回レタッチとかされてらっしゃいますでしょうか。あ、いえ、もう取っ手出しで。あ、わかりました。実はですね、レタッチされてる方には、こちらの自動補正なしみたいな機能で、プリントするっていうことができます。とオートフォトファインっていうのがこれ自動補正です。なるほど、はい、プリンターが糸も綺麗な状態で出力されるということになります。じゃあお願いします。はい、はい、で、こちらでこの写真をプリントします、はい、ということで念のため設定だけ確認をしていきます。それからまあここで細かく設定がいろいろできるので、はい、まあプリントの状態こだわりたいよっていう方はここで設定をしていただくような感じになります。すごい、縁のありなしだけじゃなくてその縁の太さまで決められるんですね。はい、あ、そうなんです。太さも、実は5段階ぐらいで用意をしているんですけれども、い、はい、僕ここ好きですね。やや太めっていうところがいいですね。どのぐらいなんだっていう感じですけど、どのぐらいなんだろうっていう、はい、やや太めにしてみましょうか。じゃあやや太めでいいですか。やや太めでやってみます。はい、初めて見ました、やや太め。はい、あと、実は縁の種類も決められるようになっています。黒縁みたいなものも人気があったりとか、はい、その他にもいくつか種類があるんですけれども、今回スタンダードな感じで白でプリントされます。あ、はい、あ、もちろん大丈夫なんですけど、はいはい、気になったのが、うんうん、縁の黒の枠付き。はいはい、じゃあこれ一旦やってみましょうか。いいですか。はい、はい、じゃあスタートだけ押していただければ始まります。はい、あ、出てきましたね。はい、出てきましたね、はい、こちらですね。ここがもう白い枠の中に黒い縁があるっていうのは初めて見ました。まあ、ちょっと余白をつけて、黒を入れることで写真にちょっと印象がグッと寄せられる感じで引き締まった印象に見えると思います。白縁にするとここのつなぎ目の部分とかが分かりづらいっていう時もあるので、うん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 、この黒い線があることで、うんうん、ここからここが写真だよと、ここからここはもう枠なん、縁なんだよっていうのが分かりやすくて、そうですね、すごいいいですよね。そうですね。なのでパソコンがねちょっとあんまり得意じゃない方とかでも楽しんでいただけるのかなっていうふうに思ってます。はい、次にお試しいただくのが、はい、エプソンプロセレクションっていうシリーズの中で、はい、A2 のびのサイズまでプリントすることができる、はい、この SCPX3V という機種が実はございまして、 A2 までいけるんですね。そうです、すごいですね。はい、でこちらは顔料インクっていうのを搭載しているんですが、はい、インクの搭載している色数も先ほどの機種とちょっと違いまして、はい、実は8色も、インクを搭載しています。はい、ちょっと見ていただこうと思うんですけれども、こちらですね、今カチャって言いましたけれども、はい、こんな感じで、はい、大きいですね。はい、インクを搭載しています。で先ほど、はい、8色使いますとご説明差し上げたんですけれども、はい、実は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本搭載をしていて、はい、黒が2種類あ、本当は書いてありますね。はい、入っています。 MB と BK って書いてありますね。はい、そうなんです。でこれ何が違うかというと、はい、お使いいただく用紙によってインクを切り替えて、はい、
使うんですね。もう自動で切り替えてくれるっていうところですね。はい。で、用紙というのが、はい、光沢系の用紙と、はい、あとマット系の用紙というのが今流行ってたりするんですが、はい、あるので、まあ、この2種類それぞれどちらでも画質がよくプリントできるようにということで、切り替えて使うようになっています。じゃあマット紙を使うとこちらのマットブラックが使われるという形ですかね。はい、その通りです。そうなんですね。じゃあこれでちょっと早速プリントをしてみたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ、早速プリントしていきたいと思うんですけれども、はい、お願いします。はい、こちらプリントレイアウトアプリ立ち上がりました。はい、で、ここでやっていただく操作は、はい、用紙の種類ですね。用紙の種類を選択していただいて、はい、あとはサイズを選択する、はい、でそれだけで実は、面倒な色の設定とかをせずに正しい色で出力ができると。さらにこのアプリのいいところは、はい、この辺の余白の調整なんかも割と自在に、ここの部分が、そうですそうです。じゃあ自分なりでやや太めとか細めができるんです。そう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 、そういうことですね。はい、調整していただけるというアプリになります。はい、じゃあこれで早速プリントしていきたいと思います。いいですか。はい、はい、あ、はい、出てきました。出てきましたね。はい、どうでしょう。すごいかっこいい。すごいですよね。大きくするだけでやっぱり違いますよね。はい、余白も、ね、余白も白にしたので黒い写真に対して白い枠なのですごい注視できるというか。そうですよね。で、はい、さっきのサイズが A3 伸びで、はい、あれでもご自宅だと十分多分迫力があると思うんですけれども、ね、今回特にね6100万画素でしたっけ。はい、そうです。すごい高解像度なデータでねプリントということだったので、 A2 ぐらいまで引き伸ばすとやっぱりそのカメラの実力みたいなものも如実に現れるような感じなのかなっていうふうに思います。ね、すごいですよね。例えばこの辺のすごいですね。ちゃんとランプのこの色調のなだらかに色が溶け込んでいく感じですとか、この緑の色調、あとはこの、まあ、鉄の、もちろん階段鉄なんですけど、この鉄のハイライトの部分と締まっている部分、この部分でその鉄の艶っぽさというか金属っぽさが出てるなというふうに感じますよね。マット紙といっても最近はいろんな紙があります。空気感みたいなの表現がすごくやっぱり紙によっても違うっていうのが実際プリントしてみていただくとお分かりになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そうですね。染料インクは実は、紙の中にインクが染み込んでいきます。顔料インクというのは、紙の上にインクが乗るようなイメージですので、何かというとにじみが少ないということで、マット紙にプリントしてもにじまないというような特徴があります。特にこの機種なんかはですね、インクの種類見ていただくと、黒と、はい、基本の CM 外形というふうなことを聞かれたことあると思うんですけど、はい、この色で、なるべく写真に撮ったままの忠実な色を再現するようにということで設計されているので、はい、おそらく撮られたデータそのままの、印象で今これ仕上がっているんじゃないかなというふうに思います。そうですね。撮った時 の、はい、そのデータというのも、うんうん、α7R4 というのが、うんうんうん、ダイナミックレンジがかなり広い15ストップあるカメラでしたので、こちらもやっぱりその15ストップのダイナミックレンジをそのままやっぱり活かせられたプリントなんじゃないかなと。うんうん、そうですね。せっかくこんなにプリントしていただいたんで、やっぱりちょっと飾りたいなっていう気持ちが、そうですよね、はい、僕も出てきますね。はいはい、であれば、はい、ぜひこのエプソンスクエア丸の内のショールームで飾らせていただいたりしても、はい、いいんですか。はいはいはい、本当ですか。ぜひ、はい、じゃあちょっとお願いします。はい、じゃあ飾らせていただきます。はい、年内いっぱい12月の27日ぐらいまで、はい、こちらのショールームの方で飾らせていただこうと思うので。本当ですか。はい、用紙の違いなんかも実際に手に取ってご覧いただけるようにしたいと思います。そうですね、やっぱり用紙の違いはちょっと、はい、言葉で説明できればいいんですけど、うんうんうん、この触らないと、ね、そうですね、わからない部分あると思うんで、ちょっとぜひ来ていただいて、ちょっと触っていただいて、うんうん、はい、あとはぜひこの写真見ていただければと。そうですね、はい、はい、思います。ぜひお待ちしております。はい、じゃあすいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやでもやっぱり先ほどもお話したんですけど、うんうん、どうしてもやっぱりモニターで確認することが多くなってて、うん、やっぱり A2 サイズですとか、うんうん、A3 にプリントするだけでやっぱ違いますよね、やっぱり。そうですね、やはり皆さんなかなかねプリントする機会って、はい、少ない方が多いんですけれども、はい、やっぱり
ね、出してみると新しい発見につながったりとか、うん、そうですね、いや、そうですよね、そうですね、なんかモニターじゃない手触りみたいなものも、はい、ぜひ含めて味わっていただけるといいのかなっていうふうにはいつも思ってます。そうですよね、はい、写真が上手な方ってやっぱり皆さんプリントしてらっしゃるんでね、うん、そうですね、そうですよね、うん、やっぱりフォトコンテストなんかを見るといいプリントしてるなと思いますからね、うんうんうん、じゃあもう 撮るだけじゃなくてプリントしようっていうところで、うんうん、できましょうっていうところですね、はい、じゃあ今日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました、ありがとうございました。